はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の1日1冊はこちらです。人工知能は人間を超えるかです。今まで人工知能の本いろいろと読んできましたが、この本は圧倒的に熱い。人工知能の歴史と最新技術、そして未来を分かりやすく説明してくれている本なんですが、その最新技術ディープラーニングがすごい超革新的技術だという作者の熱が読んでて非常に伝わってきます。ディープラーニングの何がすごいのか、簡単に言うと人工知能が人間から教わらずに自ら概念を学習できるようになったということです。例えば皆さん、猫って何だか分かりますか？いや猫は猫でしょって思いますよね。じゃあ猫ってどういうものか説明してくださいと言われると、三角の耳が2個あって全身に毛が生えてて4本足で歩いてニャーっと鳴いてって、あれ、なんか厳密に説明すると難しいなとなりますよね。とこのように皆さんの頭の中には猫や人間、その他テレビ、果ては正義、自由などいろんな概念があります。しかしそれを人工知能に正確に教えるにはとても難しかった。しかし最新の技術ディープラーニングなら、人間が教えなくても勝手に猫の概念を人工知能が学習できる。例えば大量の猫の画像をディープラーニングを持つ人工知能に投入していく。なんなら猫じゃなく途中でタヌキやキツネを挟んでもいい。とにかく大量にですねデータを投入していくんですね。大量にデータを投入していくうちに、人工知能が自分から、あれ、上の方に三角が2つあるものはだいたいその下に丸が2つあるぞ、その横にはなんか白い線が出てるぞみたいに猫の特徴を勝手に抽出していく。正確に言うとディープラーニングを持つ人工知能は人間の脳神経細胞のように網の目状のですねつながりの電子回路をそれこそ何百億と持っていて、なんかこのルートを通ったやつはその後絶対このルートも通っていくぞみたいな感じで特徴を抽出していくわけです。そして出てきた特徴を人間がそれは猫だぞと教えてやってもいいし、インターネット上とかでこれらの画像を人間たちがなんか猫って呼んでるなということは、これは猫ってものなんだなと人工知能が勝手に理解するのもよし。このようにして人工知能が自ら猫の概念を学習することができる。これがディープラーニングのすごいところなんです。Google フォトとか使ってる人はわかると思いますが、あれって勝手に A さんと B さんと C さんの写真教えたわけではないのに分けてくれますよね。これがまさに、このディープラーニングの技術、人工知能が自ら A さんと B さんと C さんの概念を、手に入れているのです。もはやこれはもう人間の赤ちゃんが生まれてからいろんなものを学んでいく過程、これはお母さん、これは車、これは数字の1、そしてこれが正義と人間が学んでいく過程に等しいです。ディープラーニングはまさに知能の本質に限りなく近づいた技術と言っても過言ではない。そんなディープラーニングの凄さを学べるのがこの人工知能は人間を超えるかですので、ぜひ読んでいただければと思います。とこんな感じで毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。